ちょっと簡単なヒントをまたいたもらってて、まあ、そのヒントをもとに手探りでエンダードラゴンを探せるのかという感じで行こうと思いますので、よろしくお願いします、はい、お願いします。あ、まあ、とりあえずリスポーン地点だけ設定しよう。最高。小麦小麦、あのロバに小麦あげる。小麦食べな。あ、食べる。なんで触れ合いコーナーしてんの。またね。乗るなよ。またねじゃねえだろ。何懐かせてんだお前。これをまずさ、うん、何なんだろうな、これを使う、落としてみれば、試しに一回ポロンって捨てただけです。ゲット。お前取るね。待って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 、なんか使っちゃった使っちゃった。ええ、何、待って、今何したの。え、何した今。ちょ、見て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 て見てて、僕の画面見て、いくよ、うん、ほらほらほら、ふわふわ飛んでんの。え、飛んでる。でもね、落ちてくんの。本当だ、連続で投げてみれば。え、そんな貴重なもの投げていいの。連続で大量にポッと投げる。それは場所を指し示しているのでは。え、待って、じゃあこっちに投げたらどうなの。やっぱりそうだよ。それ大正解大正解。こいつに渡すと絶対余計なもん作るからね。果てのクリスタル、果てのクリスタル。じゃああっちに行けばいいんだね。とりあえずあっち行ってみるか。うん、ひたすらあっち行こう。行くぞ。ある日金太が、あれ、その歌ダメだろお前、やめろ。なんか最近結構よく歌ってるんだよね。それじゃないよ、結構最近歌ってるんだよ。人にいきなりなすりつけるそれ。本当だよ、それじゃないよ。TPO それじゃないよ。この歌はゲンが歌ってたんだよ、だから覚えちゃったんだよ。さや、そもそもこれでマジで見つかるのかっていう。すごいよ。でもそのふわふわって飛ぶので分かったってことは、もう名探偵ってことで、だから寝てる間に解決ってことよ。あ、待って待って、さや、こっちだこっちだって、こっちだって。全世界の侍ファンの皆さん、はい、あっちね、オッケー。あ、豚さんこんにちは。みんなに挨拶する、いい子だな、さや。待って、この羊多分私が毛刈ったのにまだハゲてまま、かわいそう。誰、かわいそう。時の狭間に閉じ込められたばっかりに毛が生えなくなっちゃった。毛が生えなくなってる。待って、これ、え、ん、待って、これ永遠に行くのこれ。え、これ大変だね。みんなが時間かかるよって言っている意味が分かってしまう。意味分かった。あ、これ途中で馬とか捕まえた方が良かったかもな。燃えてるゾンビだ、春の風物詩ですね。燃えてる。え、待って、燃えてる、なにこれ、どうしたの。マグマが溢れて。え、なんでマグマがあんのこんなとこに。ね、え、怖っ。なんかあそこも燃えてる。なんかこっち燃えてんね。なんだここ、なにあれ。え、焚き火だ、焚き火だ、村だ、村だ。あ、ウィッチがいる、ウィッチがいる、殺せ、さや。ナイスナイス、見よ、この圧倒的。え、これさ、あの廃村じゃないよね。違うと思う。あ、ウィッチに、待って、ウィッチめっちゃいる。よし。え、めっちゃ村行って。待って、なんで見つけちゃうかな。まあいいか、とりあえず今でも地図に、あ、ここだよさや、ここ。なんだっけ、どこだっけ、ここか、あれ、ここじゃない。じゃあじゃあ、この先でしょ。なんでこんなとこに穴開いちゃったかな。なんか下にだって完全に人工物あるよ、ここを探索したい気持ちを抑えていかなきゃいけないでしょ。だって見つけらんないもんね。どうする、その中だったら。それ、そんなことある。ちょっと待って、ぶん投げていい。ここで消えた。え、待ってさや、待って、ん、下に行ったんだけど。嘘。え、待って待って、マジマジ、ここなんじゃないの。え、マジ、これこれこれ、え、これじゃね、てかこれじゃね、ここ、ほれ、ワンワン。え、すげえ、待って、普通にここなんじゃねえかっていう説も出てきたんだけどね。え、溶岩湧いてるな。でも、え、変だま、変だま。え、待って、この下はどうなってんの。うわ、施設見て見て、さや、見て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 、え、なにこれ、噴水だ。お茶マンボ、お茶マンボ。え、じゃぼり、やばい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 、マジ来たマジ来た。ドアだ。なにここ、ちょっと落ち着いて、さや。え、ちょっと興奮してきた。変な声した今、ゾンビじゃなくて。なにここ、この世界謎多すぎ。え、みんながニヤニヤしてる。嘘、ニヤニヤしてんの、ここかな。嘘、外抱きしめてよ。あ、階段、お、いいじゃないっすか。じゃあここにまず行くかね。ドアだ。クリーパーだ。バカバカ、あ、死ぬよ、ね、ほら、痛い、ない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 、あの子が出てきた。あ、これなんか助けて、すごいいっぱい、すごいいっぱいいる、すごいいっぱいいる、え、すげーいっぱいいる、なにこれ、待って待って待って、サヤじゃない、僕もやばい、僕もやばい、待ってよ、なにこれなにこれ、すごいいっぱいいる、なんだこれ。こっちにもいる、いや、そっちもいっぱいいるんだよ。あ、ちょっと一回出よう、ここ
待って無理だ。見れない。無限湧きなんだけど、どうやって帰るの。無限湧きかこれ。あ、待って、死んだ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 。いや、いけるいけるいける、頑張って。さあ生きた。嘘、全然いけない。いや待って、まだ出てくる。ダメだダメだダメだ、すんげえいっぱい出てくる。待って、僕一回下降りるわ、怖いから。もう待って、もう自分がどこにいるのかわからない。うわ、降りてきた降りてきた。待って、うわ、なんか図書館ある。図書館ある。待って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 、見れないよ。見れねえか。うん、だから完全にはぐれた。さやと、さやどこ今。落ちた。あ、ナイスナイス。え、水があるじゃん。はあ、死ぬかと思った。待って、今ギリギリ、ほんとギリギリ超ドキドキした。落ち着いて落ち着いて、どうすればいいこれ。僕もちょっと今心を落ち着けるために今本棚壊してる。ひたすらさや、どういう画面だ。なんで退治してるんだそんなとこで。どこだよそこ。さやだって分からないよなんでそんなとこ行っちゃったのさや。玄関真上にいる。いやもう本当になんか死を覚悟したんだけど。いや今のは死んだと思ったね、うん、よく生きてたよ。もうやだ玄、ただいまだよ。やっと合流できた。ねえ合流できた。ここちょっと怖いから全部取っとこう。あ、クリーパーいるしここであいつらに追われたら死んじゃうからね。いるし。いるんだ。いやもうマジでメスすげーいっぱいいた。ここからなんか落とすと。いやそう、もう一回このパールぶん投げるのありかなと思うんだよね。ただちょっとこれさ、なんか吸い込まれるよねさっきから。ちょっとさや見てて、待って、うん、このパールが進む方向見てて。オッケー。どこ行った今。そう、さやが見てる方向。うん、あ、マジで。あ、上なんだ。じゃあ上行こう。え、上なの。村にエンダードラゴンがいる。それやばいね。てかさ、村の立地めっちゃ良くない？だとしたら、ね、装備整えられんじゃん。てかあの村整地した方がいいんだじゃん。なんか怒っちゃったんだけど、なんで？ごめん、俺があ、村じゃね？あ、これは村じゃね？村じゃね？あ、村だね。村だね。え？え？どういうことだ？どういうこっちゃ？ごめん、こんなところに大穴開けてごめん。帰ってきちまった。帰ってきちゃった。なんかやってるこいつら。え、この村人たちが何か重要。え、待って、黒曜石持ってるこの村。え、そう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 、関係あるのかもね。じゃあこの村って、村の近くにやっぱりいるのかな。代々エンダードラゴンを見守ってるさ、いにしえの古代竜人族とかだったらどうする。そういうこと。すげえ冷めてるじゃんさてさてさて、やばい、ちょっとここの探索のためにさ、もう一日設けなければならないかもね、うん、ちょっと今日はさや、ちょっとさ、鉄集めたりしててくんない。どう、鉄を集めに出かけるというわけですか。そう、鉄とか石炭を集めたり、ちょっとこの村で一回体制整えられるように、オッケー。この近辺であって、うお、なんかつながったぞ。なんかつながったぞ。未開の地だな。この階か、このフロアか、もしや。おお、なんか扉があるよ。ちょっと待って。お、ダイヤ。あ、なんか何、無意識にダイヤです。ダイヤ持ってるぞ。ダイヤ拾いましたです。待って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 、え、待って、近い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 、めっちゃ近い。これ待って、俺来たんじゃねえかこれ。絶望。来たことあるとこか。ここ何、なんか、いやこれ炭鉱じゃないですか。そりゃそうだった。この炭鉱は意味があるのか。ないの、ないのでしょうね、きっと。これ炭鉱の場所がもしかしてさ、非常にアホな場所にできてるとかないよね。ねえ、さやさ、ちょっと僕ここでさ、一旦さ、うん、トイレに行きたいんですけど。意を唱えてみる？いや、意は唱えないでほしいんだけど、ここにいるからさや、ちょっとさ、見守ってて。うん、分かった。見守ってる。埋めちゃうか。びっくりするかな、帰ってきたら。こうでもしないとね、守れなかったんだよ。ここは危険だからね。悪いしでもね、当たり前よ、この土貴重だからね。さよなら、ゲンさん。いやね、ほんとすごい大変だったんだよね、みんなね。ない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 。すごい戦いだったんだから。何、来ちゃったの。そうそう、もう300匹ぐらい来てたの。嘘つき持ったな、結構。俺どこに埋まってんだ、これ。どこだ、これ、トイスビッケだぞ。いや、辛かったね。これなんだ、ここ。全然入れないんだけど、もっと。なんだなんだなんだみんな元気してる。あ、やっと出たなんだなんだここうん、なんか集まってきた、なんか集まってきた。待って待って、また来た。あー、もうダメ、俺死んだ。ごめん、死んだ。待って、死ぬ。待って待って、死ぬ。あ、もう終わったね、ゲーム。それさえ回収できない。死ぬ。登って、どうか登って。あ、終わった。終わったな。命の終わる音がする。じゃあな。なんかもうダイヤ持ってなかったの。持ってた。さや、松明を分けてくれ。さや、え、それ全然近くにいる。いるね。ん、
そうよ。落ちた。背怒っちゃった。嘘じゃん。背怒っちゃったよ。ますます帰れないよ、さや。もうかわいそう。最悪じゃん。よし。よしじゃん。ああ。あったー。ここだー。同じ状況で死にそうでも。うん、そもそもさ、うん、松明とかを作りたいからそのあれを持ってきてって言ってたんだけど、ねえさやあのさその、うん、収集したいろいろ。でも何を収集した。あ、一番いけないやつじゃん。さよなら。これは無理なやつだな。全部なくなった、うん、違う、さやにさっきだから鉄と、うん、石炭をいっぱい取って、うん、村で何かやってって言ったやつってどこ行った。それを山やって帰ろうとしてる。え、まだ帰ってなかったの。嘘、マジ。そうだよ。ちょっとまたね、次回考えときます。ちょっと一回冷静になってここどうするかと。とりあえずいい感じの村はできたので、ちょっと次回までにこの確実に見つける状況を作りたいなとは思うんで。エンダードラゴンなんて夢だったのさ。覇気な。こんな時間だとさやさんの一言も覇気がなくなるということで。あ、待って、落ちて死ぬ。ねえ、うそこれでしょ。見つけちゃったのよ。やっぱあれ、もう分かった、うん、もう分かったぞ。絶対あれだ。あれを壊さないといけない。絶対あれ壊さないといけないんだ。分かったね。さや見てみて、エンダーゴン見てみて。僕のとこどうやって来てないの。さやのとこ。あ、ゾラにはいけねえんだ。お前ら鶏だから。地べた這いつり回ってな。切ねー。